こんにちは。今回もメッキの紹介動画を作っていきたいと思います。今回はクロムメッキについて紹介します。クロムメッキにはメッキ厚み2マイクロメートル以上の工業用クロムメッキと、メッキ厚み2マイクロメートル以内の装飾クロムメッキの、大きく分けて2種類のメッキがあります。工業用クロムメッキは主に硬さが要求される製品、装飾クロムメッキは主に見た目が要求される製品に使われています。クロムメッキは、ビッカース硬さが800から1000とメッキの中でも特に硬く、摩耗に強いメッキです。また、摩擦係数が低く、離型性に優れるメッキです。さらに耐腐中で錆びず、金属光沢を保つことができます。硬さ、耐摩耗性目的でシャフトや油圧シリンダー、離型性目的で金型などに使われているメッキです。次回は無電解ニッケルリンメッキについて解説します。兵庫県三木市より総合的対応力の近畿防食がお届けしました。ご視聴、ありがとうございました。